はい、浦田健です、今日もですね、世界の社長から、ロンドンマーケット第2弾というところで、お話ししていきたいと思いますが、ちょっとですね、今日、私が泊まっているですね、スタジオ M というホテルですね、シンガポールのホテルをご覧いただきたいんですが、実はですね、こう1階がちょっと汚い荷物とかあるんですが、こう1階がこういうふうになっていまして、机があったりして階段がなんとあります。で、上がですね、メゾネットになっていて、非常におしゃれなホテルなんですけども、まあ、こんなところに滞在しながら、普段着でっていうか、まあ、ウォーキングした後のこう汗臭い、お気に入りの T シャツでお送りしておりますが、はい、ということで、始めたいと思います、ロンドンマーケット情報第2弾というところで、前回のですね、下りでロンドンの不動産というのは非常にこれから人口が増えていくし、建てるところも少ないので非常にこう有望ですよという話をしたと思います。ところが非常に、まあ、歴史的に物価が高いというのもありますし、不動産もですね、それなりに高いので、まあ、アーリーステージの投資家あるいはビジネスマンにとって、簡単に手が出せるマーケットではないよっていう話をしました。だったらですね、思いっきりこうもうちょっとこうアッパーのステージに振ってですね、会社がめちゃめちゃ儲かっている、いるんだけれども税金が高いので、所得税が高いので、1800万ぐらいにこう給料を抑えちゃってるような、そんな社長さんいらっしゃいますよね。で、そういう方にとってこのロンドンの不動産というのは実はすごくこう節税に、いいという、特徴があります。で、それはなぜその税金対策にいいのかという理由について今日は皆さんとシェアをしたいと思います。ロンドンの不動産ね、イギリス国内ではこれ建物はですね、減価償却ができません。これは前回も言いましたけれども、美術品とか芸術品と一緒で、使えば使うほど味が出てきて、そのもの自体がその街全体が文化になっていくというような、そういった考え方が昔からありますので、なので減価償却という概念がないわけですね。ですからロンドンの、まあ、大家さんなんかはですね、減価償却ができないね、つまりその所得の中からですね、実際には払いが出ない減価償却費を経費として落として、その結果所得税を圧縮するみたいなことはできないわけです。ところが日本の税法ね、外国人、日本人がですね、ロンドンに投資をします。そうするとロンドンの不動は減価償却資産、日本の税法でいうと減価償却資産なので、これは減価償却、日本の国内では申告 の時にできるわけですね。考えてみてください。ロンドンの不動産はですね、新築がめちゃめちゃ少ないです。で、私はたまたま今回新築を購入することができたんですが、ほとんどは50年、60年、70年経った不動産です。こういった中古の不動産がですね、むしろ新築よりも高く売られているというような、まあ、日本人にしてみればですね、まあ、信じがたい、あるいはその羨ましい、そんなマーケットなんですね。じゃあこの70年、80年、90年という建物がですね、当たり前だということをですね、考えると実は節税に、非常に優れているというところが見えてくるわけです。例えばどういうことかというと、日本の税法でいう法定耐用年数は木造の場合は22年ね。で、RC 造の場合は47年で、こういった建物が例えば法定耐用年数を過ぎている物件というのは、減価償却ができないというふうに、勘違いされている投資家の方も多いと思うんですが、少なくないと思うんですが、実はですね、例えば築25年の木造のアパートを購入してもですね、これは減価償却ができます。どういうことになっているかっていうと、もともとある法定耐用年数の 20% の期間はですね、減価償却がこれできるんです。例えば22年の木造のアパートですと、かける 20% ということになりまして 4.4 年ということになるんですね。これ小数点以下は
カットになりますので、この4年をかけて減価償却ができるということになるわけです。で、RC の建物でしたら、日本の RC というのは鉄筋コンクリート造のことですけれども、47年かける 20% で 9.4 年、少数点以下は、なくなりますので、9年で償却ができるということなんですね。で、ロンドンの建物っていうのは、中古の物件は大体こう、レンガ造が多い。ね、地震がありませんから、レンガでも全然大丈夫なんですけども、レンガ造。で、このレンガ造はですね、38年で償却が効きます。で、築40年、70年、50年、60年、70年経ってるレンガ造のアパートはですね、38×2 ですから 7.6 少数点以下カットして7年償却できるわけですね。で、こっからです。ちょっと重要なこと言いますので、真剣にちょっと一緒に計算してもらいたいんですが、例えば1億円の物件を購入した場合、1億円のレンガ造のアパートを購入した場合どうなるか、建物 と土地の割合をまず分けなければいけません。で、ロンドンの不動産、イギリスの不動産というのはほとんどが、まあ、リースです。リースホールドという形になっています。土地は女王様のものなんですね。これが日本でいう所有権と同じような扱いをされているんですけども、年数は99年とか、僕が買ったのなんかは999年という途方もない、もう人類は消滅していないんじゃないかみたいなね、999年は、まあ、そんな気すらするんですが、それがまあ所有権、と同じような扱いを受けて、るということなんですね。で、例えば日本の定期借家付きの区分所有マンションみたいなものはですね、大体、土地建物の割合が28とか73とか、まあコンサバに見て73だとしましょうね。で、それでロンドンの1億円のレンガ造のアパートを焼却したいと考えたときに、1億円の建物でしたら73で分けます。3が土地、7が建物、ね、レンガ造38年で過ぎていても 20% はの期間は焼却できますんで、7年ということは7000万円割る7ということで、毎年ですね、いいですか、1000万円の減価償却ができる。まあ、厳密に言うと、まあ、設備と建物を分けないといけないというふうに思いますが、まあ、ざっくり7年かけて償却ができるということですね。1000万ということはですね、例えば日本の所得税高いです。1800万円以下未満でしたかね、未満の場合はだいたい 35%、 1800万円超の場合は 40%、それからまた所得税の改正でですね、4000万円以上取る場合に 45% っていうですね、もうびっくりするような所得税が取られるわけです。まあシンガポールでそのぐらいの収入取ってもですね、所得税は 10% ぐらいしか、 10%、15% ぐらいしかかかりませんので、だからお金持ちはシンガポールにみんな来るっていうような話もあるんですけども、非常に高いと。で、これがですね、ロンドンの不動産をもし購入して毎年1000万円の減価償却ができたとするとですね、1800万円ね、ギリギリ抑えて 35% 払ってた人がプラス2800万円もらっても、会社が2800プラス1000万円、多くにもらって2800万円になっても 35% の税率で2800万円まで、給与所得を増やすことができるというようなですね、ことになるわけです。ですので、まあこれは私も含めてですね、これご覧の皆さんはですね、あんまり関係ないかななんていうふうに、思ったり、するかもしれないんですが、めちゃめちゃ儲かっている、社長さん、この際ですね、ロンドンの不動産を、まあね、もう50年、60年、70年の不動産を買って、日本の給与所得を増やすと。ね、で、ロンドンの不動産は賃貸で回しておいて、10年、20年。まあ、いろんな、アジアの通貨危機とかですね、あるいはリーマンショックで若干調整される局面はありますけれども、まあ、石の文化で全くその建物の価値自体が下がらないというような文化ですので、まあ、インフレですね、今財政再建、イギリスしていますけれども、に伴って景気も少しずつ良くなっていきます。なので GDP が人口も増えて、上がっていけば不動産もおのずと上がっていくと。
というようなマーケットになっておりますので、いわゆるね、分かりやすく言うと富裕層の皆さんにとっては非常に魅力があるマーケットだと思います。で、今回のツアーについてはですね、まあ、もし、ご興味がある方がいればですね、節税のためにね、もうむしろもう割り切って節税のためにですね、ロンドンに行くのも一つの手ではないかなと。で、ただですね、行ってすぐその中古の不動産、めぼしい中古の物件が手に入るか、それから、その視察される皆さんのですね、まあ、収入背景だとか、どれぐらい、節税をして日本で給与所得をもう少し増やしていこうかっていうようなですね、割とデリケートな情報をですね、事前にこう、まあ、勉強会ないしはまあ個別相談しながらですね、ターゲットとなるその価格帯を、まあ、設定してですね、それにベストマッチするような物件を事前に、現地のですねパートナーに探してもらって、そして、7月20日から24日の間に、我々と一緒に行くと。で、物件がいい物件、ご縁のある物件だったら、まあ、購入していくっていうのも手じゃないかなと。ただなんとなくこう今巷で行われている不動産視察ツアーというのは、まあ、現地に行って、まあ、適当にこう、見繕って現地のエージェントが売りたいような物件をですね、まあ、皆さんにご紹介するって形が非常に多いんですけれども、まあ、そうではなくてですね、オーダーメイドでいわゆるその不動産のプライベートランドバンキングみたいな、そういったイメージでですね、国内である程度デリケートな部分を整理して、そして現地にオーダーを出してこんな物件探してくださいという形で行くのが一番こう確実にご縁を持てる方法なんではないかなというふうに思っております。5月の31日に私のパートナーステージアキャピタルジャパンの方にロンドンのマネージャーで清美エカーズさんが来られます。まあ、それに参加されて勉強するのもいいですし、私もですね、7月のツアーに先駆けて5月の末ないしは6月の頭ぐらいにちょっと無料の勉強会をしようかなと。まあ、その中ではロンドンだけではなくてね、今後アメリカ、ニューヨーク、それからフロリダからまだまだマレーシアも行きますし、まあ、その他のマーケットの情報交換なんかもですね、皆さん割り勘で会費募ってですね、お酒でも飲みながらワイワイガヤガヤ一緒に学べたらいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひメルマガチェックしておいてください。それではまた会いましょう。